ニャコルル、何かあったのかな。さあな、いつになく無口だったけどな。何が？あら、どうもしないわよ。本当に、ミコのお仕事があったの、それだけよ。ありがとう。どうしたの？悲しそうな顔して。またリムルルにいじめられたの？
遅い。綺麗な緑。ハムイコタンの夏は短いけど、その短い季節を目いっぱい楽しむように緑は輝く。私はこの緑を守るためにいるの。もちろん木々だけじゃなく、動物も水も空気も空も、すべてを守るためにミコはいるの。そういえば昔お母様も同じことを言っていたわ。何をしてるのお母様。大自然とね、話をしていたのよ。お話？何を？巫女として私はどうあるべきか、そういったこと。あなたにはまだ難しいことよね。巫女として？巫女は自然と共にあり、自然のためにある。そのことを忘れないためにお話をするのよ。そんなことよりも、お母様、父上が呼んでいたよ。父上？ああ、あの方をそんな風に呼んでるのね。うん、だって本当の父様みたいだし。お母様と父上が結婚してくれればいいのに。まあ、ダメかな。そうね、巫女が夫を持つことはできないから無理ね。巫女はみんなのもの、誰かのものにはならない、そういうことだから。お母様、どうしたの急に。うん、今お母様が泣きそうに見えたから。泣かないで。泣いたりしないわよ。そう、泣かないわ。私は大丈夫よ。今ならお母様の気持ちがわかるわ。この大自然を守るため、みんなの幸せのために、一人でも歩いていける。味方？そうね、ごめんなさい。私一人じゃなかったね。味方やリムリルやみんながいたよね。ずっと一緒にいようね。いつからこの森にいたの？
見てたの？すぐってわけにはいかないの。ミカトがもう少し大きくなったら教えてあげるわ。それじゃあそろそろ家に帰りましょう。リムルルが目を覚ます頃だわ。だけどもし起きちゃって私と味方がいなかったら、急ぎましょう。味方、いつからそこに？
しい。ありがとう。歌は大好きだよ。きっかけ？どうしよう、話しちゃおっかな。ああ、そんなに目を輝かせないでよ。子供の頃、私何もなかった。巫女候補から脱落して、お母さんに歌を歌いなさいって言われても、初めはそんな気になれなくて。そんな時ね、私が口ずさんでいた歌を好きだって言ってくれたの、ヤンタムは。何もなかった私にもまだできることがある、それが歌だったの。私の居場所みたいなものかな。その時のヤンタムの言葉が私の中ですごく生きる支えになって、頑張ろうって思えるようになったの。ヤンタムが好きだって言ってくれた歌をずっと歌い続けたいと思った。だから一生懸命練習するようになったの。一番知ってるのかしら。そうだったっけ？恥ずかしい。でも、きっと私の歌は届かないよ。ヤンタムに聞いてもらえることはないと思う。そうだね。そうだといいな。
カト、今日はどうしたの？またナコルルの歌のこと？そうなんでしょ？しばらく聴けなくなっちゃうっていうのは残念だけど、あの歌ってさ、なんだか不思議な魅力があるでしょ。きっと何か私たちを引きつける力があるんじゃないかと思ってたの。うまく言えないんだけどね、ただ単にいい曲だからってだけじゃないような気がするのよね。そんなに気を使わなくていいよ。教えてくれるまで一緒に待ってるから。それに途中までだったけど、ミカトと一緒に歌の再現をしたことはすごく楽しかった。ミカトのおかげで私ずいぶん自信がついたんだ。ミカトの前では私歌を歌えるようになったでしょ。それは多分一緒に再現をしたからだよ。ミカトにはすごく感謝してる。うん、楽しみにしてるよ。